皆さんこんにちは、パワラーの館へようこそ、ミンです。前回この後ろにいる修繕さんをね、無事にゲットすることができたんですけれども、今回この修繕さんのお家を作っていこうと思います。ということで今回もやってまいりましょう。ババクラハードコアスタートさてやっていきましょう。サトウキビをね、回収しつつできたらいいなと思うんですけど、まず最初にダークオークの木材がいっぱいあるので、この木材をね使ってやっていきましょうかね。この人はここで捕獲したい。これ外せば、そっち入って乗って。お、あ、ってかさ、これって浮くんだ、初めて知った、ラッキー。でこの方がね窒息しないように2段目のねこの部分にはガラスをつけていきましょう。お、1スタックと14、まあその辺か。結構取れたね。丸石も持ってこないとか、やばいな。丸石どこで取れる、この辺で取っていきましょうか。こっちに行くとねスポナーがあるんだけど、明るいここの辺がいいかな。とりあえず8個あればいいよね。かまど1個で、燃料はあったっけ、多分あるか。でかまどを作って、葉っぱ64、うん、8個ぐらいでいいや。あ、回収して、回収して、回収が大切。木材足りるかな。この角っこはまずいらないよね。これに変えちゃう。この砂岩のハーフブロック、ここに乗っけとこうか。ハーフブロック欲しいな、ハーフブロック。ここは砂漠なのでちょっと暑いよね。風通しがいい感じにしていきたいんだけど、ここをこんな感じで下だけこうやってつける感じにしていきます。この周りもねまあこれにするとね1段上に上げなきゃいけないんだけど、まあいっか。でこの中にこうやってね置いておきます。こうすることで私はしゃがめば通れるって感じかな。いや、ここねフェンスにした方がいいかな。フェンスゲートを2つ作って、やばい寝る時間だ。ここはもうこうやってフェンスゲートにしちゃうと。でこっちの上側も変えていくと。ちょっとね木材が足りるかが不安だけど、周りをね木で囲っていきます。よし、こんな感じ。床見えちゃってるけど大丈夫かねこれ。こっちのね窓につけることにしようかな。これならね中途半端な高さだから、まあ言ってもね外からのチビゾンビは入ってこれないか。でこの上の部分はいらないから取っちゃって、尖れた砂岩のハーフブロックだって。尖れた砂岩のハーフブロックをここの上に置いておく。うん、これでいいんじゃない。こっからチビゾンビ入っていけるの、まあいっか。でそしたらここをガラスにしておくか。板ガラスにしてもいいけどね。普通に砂岩のハーフブロックを作って、でここにこうやってやるか。あ、やばい、鉄が欲しいな。ランタンとかね欲しいんだけど、一回あっちのお家に帰りますか。鉄と松明とガラスもねあったね。よし、ランタンとりあえず5個。ここってつけられるよね。オッケー。あとお家のねこのど真ん中とサイド、ここもフルのガラスでやっておきましょう。裏側はあえてこれでもいいのかもしれないなってちょっと思うんですけど、どうでしょう。師匠さん、ちょっとこっち向いてほしいんだよね。初ボート、こっち、あ、こっちこっちこっち、オッケー。パッツここ結構危険だな。ってことでね、完成形を見てみましょう。これでね外敵からも襲われにくくなったんではないかなと思います。このね司書さんとの取引をしてレベル2に固定できるまでは、この司書さんはここで捕獲しておこうと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。